岡田監督、記者に当たり出す。西はバント処理が、そんな慌てんでええのにの、序盤やのに、一つずつアウトが鉄則、いやいや別に、シフトも何も敷いてないわけやからさ。打線が調子良くなく、投手にも焦りが、そらだって最小点で抑えていかなあかんわけやから。西の状態は、まあ、でも普通やないか。打線は先頭打者を5回出た、つながりも、つながりって、なんぼ、あんだが、出退や、つながるわけないやんか。西が投手に打たれるのは誤算、オール高かったよ、なあ。昨日も今日も同じ選手に、水谷か、打たれすぎやな、あれ。対策はしている、そらしとるんやろ、それは俺に聞くなよ。ちゃんと担当の人がおるんやから、俺が全部せなあかんの。つながりが見つかるまでは、いやつながりってヒット何本打ってんねん、そんなつながりじゃないやんか。どうやってつながんのお前、そんなお前、そんな何試合よ、7試合、またお前、2点以下やろ。8試合連続3点以下、8試合前だけやないか、3点、以上、取ったの、そんな覚えとらへんのお前、の、そういうことやろ。記者にあたり散らかしててくさ、激おこ。どんでん的には佐藤いなくても貯金増やして佐藤なしで問題ないコメントしたかったんだろうな。どんでんが他人事なんがな、手を打つのはあなたやでと。ヒットの代わりにエラーが2つも出たぜ。大山だけの責任ではないが、4番大山の時点で今日もダメだな感はあるわ。どんでんは自分の理想像みたいなのがあるんだろ。それが軌道に乗ってる時はうまくいくし、コタコタしてくると対応しきれなくなっていく。